やあ、刹那圭介だよ。曲少女 G エンド。やっていきたいと思います。さて、もう俺の中のさ、チョイス移行ムードがさ、漂ってますからね。今、ああ、また出てきたお前。さっき出てきたばっかやろ。あ、さっきって言うのはね、前回のパートからちょっと続けて撮ってるんですけどね。お前結構出塁率高いぞ、お前。一郎並みに出塁率高いぞ、お前。もう次世代の一郎じゃん。マリナーズに入れ、マリナーズに。1番で、センター。どこやったっけな。一番下じゃん。家庭画室や。調理室じゃない。家庭画室。まあ、似たようなもんやけど、家庭画室って書いておるやんけ。家庭画室ってような、失礼やな。そういうさ、ねじ曲げて調理室って言うやつが最初に死ぬんじゃ。こういうゲームでは。調理室じゃないよ。家庭画室な。いや、君の視聴者のさ、視聴者さんのさ、学校では調理室って言うかもしれん。でもこのゲームでは家庭、何？何？ちょっと、熱弁症やけんさ。熱弁症やけんさ、ちょっとちょっかい出すのやめて。何気にね、これ、調理室の近くに理科室もあるわけで。どこの鍵手に入れたか。どこの鍵手に入れたか、もうぼんやりしか覚えてないけど、とりあえず家庭科室だ。ここだ。ここは鍵もうすでに開いとったところ。あ、まだ見えたやん。あ、そうかそうか。これちょっとボワーンって出てくるイベントやってなかったな。ってことはなんだろう。例のもの。例のものや。例のものがあるはずだと思われる。そんな今日この頃な、じゃん。あれ？ないな。あ、そうかそうか。あの本読んでないわ。あの本読んでない状態でここ調べても多分イベント的にフラグが立ってないんだ。そういうことじゃ。どこの教室かわからんけど書き取るところ行かんかったらあかんのか。めんどくせえな。じゃあ、もう先にちょっと違うところ行こうか。図書室倉庫が終わった。他にどこ、音楽室と美術室か。美術室ってちょっと噛むよね、なんか。噛みやすいよね。ここの上に行った時の一番右と、さらに上に行った時の一番右。そんな感じか。了解した。こちらはスネーク。こちらはスネーク。大して似てるもんないのに、スネーク言ってもね。面白くないよね、白田さん。よし、行こう。もう、今日はダダ滑り。ここじゃ。で、美術室に入ると。よし。怖いなぁ。もう怖いにずらっと並んでますって。美術やん。おー誰のスケッチかわからんけど怖いな、これ。パッと出てきたらさ。見つめてるやん、こっち。見つめてるやん、これ。絶対さ、右とか左とかに寄ったらさ、眼球の黒い部分がこっちに向くんだろ。そういうタイプのやつだろ。なんて書いてんの、これ。左下。何書いてんこれ。もしかしてこれ軽蔑って書いてん。そう、誰のこと軽蔑しちゃうか分からんけどさ、めっちゃリアルうまいんやけど。何これ、誰で書いたんこれ。担任の先生書いたんかな。担任の先生のババア書いたんかな。ああ、何があるんだろう。ここにはイベントが起きると思うんやけどな、多分ね。あ、予想通り。どうした？誰だい君は。もうやだ。やだ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 。どうして私につきまとうな、サイジユモトや。この写真は絶対に他人に見られたくない。自分の裸が写っている。何してんだ君は。君、自分の部屋だからって何してんの。裸でおったお前。裸族なんじゃ。写真なんて見せれるわけない。写真のこと言っても絶対に見せろと言われる。勘違いされてるやん。これサイジユモトや君が書いたんちゃうぞ。弥生ちゃんよな。弥生ちゃんよな。違うからな。それは違うからな。勘違いしてるだけだからな、お前。詳しくは、いじめっ子の3人に聞いてくれ。まあ、何のことだなって言うかもしれんけど、一応聞いてみてくれ。俺はそれをお説明する。よっしゃ、次。何やったっけ、ここ。音楽室。いや、ピアノが鳴るパターンのやつじゃん。あーと、ベートーベンとかバッハとかそのあたりが、もう目ギラギラさせてるんでしょ？わかってますからね。
そういうパターン分かってますからね。ほら、鳴りもおった。ほら、鳴りおった。誰が鳴らしてるんですかね。先生ですかね。それとも、弥生ちゃん、どうした？どうした？アミちゃん、どうした？え？なに？なになに？なにこのイベント？え？え？なんだったん？今、ちょっと動けんかったように、グランドピエの。グランドピアノ役の。あ、音鳴らすだけなんこれ。音鳴らした時にちょっと動けんようになっただけなんこれ。なんだ、びっくりさせんな。あ、モタヤくんね、これ。モタヤくん、どうしたの、音楽室で。机に文字が綴られている。いや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 、無理、弥生、世界、世界へ、モタヤくんの隣なんて絶対嫌。嫌われてる。モタヤくんのせいじゃないのに嫌われてる。いじめだよ、もう。本当にいじめで。よし。あ！何？まだイベント続くんじゃ。うまくいったな。見たか、あの元屋の顔。ああ、見た見た。あれは面白かったな。本当は俺たちが書いたのにな。はあ、はあははあ、くそ、お前ら、人間だだと思っとる。俺がやりたかったんは確か次にやりたいことはあれじゃ。日記。日記でその、あ、これじゃ、これ。新しいことを学びました。料理器具のサビを落とすのは薬剤を使わなくても、金魂。金魂じゃ。金魂。金魂。金魂。たわし。金たかしくん。金たかしくんで。金たかしくんで。たわしくんじゃなくて、たかしくんでなるけどな。たわし、たわし、たわし、たわかし、たかし。あー、ここから降りれなーい。金たわしやって。ゴシゴシやったら、サビ取れるんやって。あ。みんな覚えとって損はないっすよ。伊藤家の食卓ですよ、もう。裏技ですよ。なになに、なに、あなた、なにですか。でもないんでしょう。よし、行こう。どのやつだったかな。ここが保健室。で、ここか。ここだ。金魂。金魂。金魂。あ、ない。この中に金魂。ない。え、金魂。金魂はいませんか、金魂は。金魂はいませんか。あれ、金魂は金魂は金魂ここじゃないの。え、俺ここだと睨んできたんやけど。あ、でもってじゃ、多分フラグが足らんのじゃ。そういうことじゃ。このゲームはフラグ立てていくゲームなんじゃ。もう美少女ゲームとかエロゲームみたいにフラグを立てていけなあかんタイプのゲームだったんじゃ。でこれで金魂の情報が手に入ったけん、その状態でそのサビがついてるところを見ればいい。そういうことじゃ。俺頭いいんちゃうん、よくされてる。切れてる、されてる。プップップ。切れてる、されてる。プップップ。つまりだ。一旦倉庫にもう一回行かなあかんのじゃ。遠いな。あ、ここじゃなかった。あれ？どこだったっけな？どこだったっけな？どっから向こうの方ね。別館の方に行けばいいんじゃ。北と北東かな。北東って読むんかわからん。北東じゃないんかな。あの、なんか、ちょっと怖い嫁さんの方の。北斗晶とかそういうんじゃないよな。このゲーム怖いよ。北斗晶は怖いイメージがあるよ。この回のここが、このサビがついとる。このサビがついとったという事実がわかる。それでいいんじゃないかな。念のためや。念のためにあの本もう一回調べておきたい気がする。念のためやけどね。念のためやけどね。ちゃんとフラグが立ったことを、フラグが立ったをみたいによ。フラグが立ったをな。フラ、クララが立ったみたいに言うけど、クララが。もう意味わからんようになってきた。フラグが立ったやけどな。もう俺がやりたいことはフラグが立ったなよ。クララが立ったみたいな感覚ですけどね。どこの回だったっけ？違うな。絶対違うな。フラグ立ったやりたいんだよ、僕は。あ、こっから登れんのじゃって。
また同じことを繰り返すな。ジパングやって分かっとるだろうが、俺がクララが立ったみたいな感覚で、フラグが立ったやりたいこと。車椅子がない。車椅子がないよ。よいしょ。ここじゃない。どこだったっけな。あの金具のことが抱えとったやつ。念には念を入れてちょっとや見ておきたい。3階の教室の話だったっけな。ああ。あれ？ああ、そう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 、こっちこっち。危ない危ない。下を降りたところじゃ。びっくりした。ここじゃない。これだ。一応フラグが立った人かな。一応フラグが立ったもう一回人かな。よし。これで多分、ちゃんとフラグが立ったしたと思うよな。よし。で、ここを降りて、よし。で、もう一丁降りてやな。この上で、多分、調理室行けば行けるんじゃないかなって思っております。ちゃんとフラグが立った人をけんな。今度こそ。金魂。金魂はありませんか？金魂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 ？あれ？金魂はありませんか？金魂は？あれ？金魂？あれ？そう。ないよ。金魂ないよ。ここかと思ったんやけどな。かといって他に行ってないところってなかったような気がするんやけどな。金魂は？あのフラグが立った下でしょ？フラグが立ったわ。あ、そうか、こっちか？まさかこっちか？引っ掛けでこんなところあったりするんか？まさかの逆転劇か？もう逆転満塁ホームランが起きたんか、これ。ここに金魂が、金魂があるんか、金魂が。あ、あ、怪坊主があったら、怪坊主が。金魂はどこなん、金魂は。あ、フラグが立ったしてないん？フラグが立った。光ってるアイテムが光ってるところもないよな。フラグが立った、フラグ立ってない？あれ？どういうことだろう。金魂がないもんな。金魂が。へぇ、なに？だって金魂ってさ、そう、やっぱ、家庭科室にしかないようなイメージあるもんな、俺は。よっしゃー、俺はずるいことするぞ。金魂の場所を攻略サイトで見てくるからな。ずるいっしょ。というわけで今回はこの辺で終わりとさせていただきましょう。金魂をもう、次のパートで金魂取るからな。みんなが何と言おうとさ、クララが立ったを、あ、フラグが立ったをさ、攻略サイトでやるからな。というわけでみんな、仕上げ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那圭介の動画を見よう。刹那圭介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。